はい、どうも皆さん、こんにちは。ガリからマッチョを目指している達也です。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、3ヶ月前に作った動画、太れない人が太るには FFMI で増量目標を設定、ガリからマッチョへの道っていう動画を3ヶ月前に作ったんですけど、これにたくさんコメントをいただいていて、でコメント一つ一つがですね、やっぱり太ることができないっていう悩みを抱えている方々で、ですごい共感できるんですよ。1年前全く同じことで悩んでたんで、だからそれをちょっとこう Q&A 形式にして、今日はその動画です。で、まあ1個ずついきますか。影平かなでさんからのコメントです。僕は身長179センチで体重58キロしかないんですが、こんなガリガリでも太れますかね、ちなみに僕の場合、食べても太れませんでした。返信くれたら嬉しいです、というコメントをいただいていて、これについて私はこう答えました。コメントありがとうございます。私が体型に悩める方を放っておくわけがないですよ。影平さんの体脂肪率が分かりませんので、 FFMI は計算できませんでしたが、代わりに BMI でガリ具合を計算させていただきました。影平さんの BMI は 18.1 です。私のガリマッチョチャンネルスタート時の BMI は 17.8 でした。188cm63kg。つまり影平さんは何をしても太れないことに悩んでいた頃の私より太っています。私も同じ悩みを抱えていたので気持ちはわかるのですが、何をしても太れないというのは思い込みにすぎません。もし遺伝や胃下垂の人は太れないなど根拠が意味不明のことを言ってくる低能な人が周りにいる場合は距離を置きましょう。考えても答えの出ないことに悩むより、自分が思ったよりも食べていない可能性を考えてみてください。基礎代謝分のカロリーより多くのカロリーを摂る食事を食べていますが、基礎代謝に回ってしまうカロリーは最近の体重計なら表示されるので毎日測り、それ以上必ず食べるようにしましょう。摂取カロリー引く消費カロリーの答えがプラスなら、それが体重増加の分です。これは皆同じです。私が崇拝するマスマニアのケビンさんの言葉を借りると、男性の体重というのは下りのエスカレーターに乗っているようなものです。本当にその通りです。ちょっとすいません、長いんでここで止めます。もう半分以上あるんで、気になる人は動画を見てください。この方の悩みは、自分、太れないことなんですけど、太れないことに悩んでるんですけど、1年前に僕が、スタートした時よりもすでに太ってるんですよ。で、結局食べてないんですよね、太れない人って。自分が思ってるよりも全然食べれてなくて、食べれてるのは例えば1日だけドカ食いとか、1週間だけドカ食いとか、1ヶ月だけドカ食いとか、そんな感じで、結局その結果が出るまで継続できてないことが 99.9% だと僕は思います。で本当に吐くほど食べてて体重が1キロも増えないっていう場合は、それ多分病気ですから、それ医者行かないといけないんですけど、だからなんかこういうこと言うと、あ、じゃあ俺その 0.01% の方なんだなとか思って、本当に医者行くような人がいるから困るんですけど、結局ね、やっぱ食べれてないんですよ。ただ食べれてない、僕もそうだったからよくわかるんですけど、どうやろうな、例えば1年前63キロしかなかった時、今から11キロ体重が低かった時っていうのは、夜中寝ようとするじゃないですか。で布団に入りましたと。でその時に、お腹が空いてました。だけど痩せてる人ってその、食欲よりこう睡眠欲が勝てるんですよ。お腹減ってるけど眠いからもう動くのめんどくさいし寝ようっていう、そっちが勝てる人なんですよね。で今74キロになったんですけど、同じような状況はよくあるんですが、もう寝れなくなりました。もう布団横になって、布団入って、なんか腹減ったなっていう、もう一度でも腹減ったなと感じ出してしまったら、もう何か胃に入れないともう寝れないです。腹減りすぎて。だからね、この僕習慣だと思うんですよね。その習慣 を変えることができたら、行動はもう自動的というか、これは別に筋トレとかその何でもそうですけど、結果を出し続ける人って意識してそれをやってないんですよ。無意識的にそれを継続してるんですよ。だから筋トレも全く同じだし、勉強とかスポーツもそう。その嫌いだからやってるだと、
結果って絶対出なくて、これ勉強もスポーツ全く一緒で、筋トレも全く一緒で、好きでそれが好きで興味があるから、で太りたいから、なんだろう、食べるようになるし、で食べるようになるのが当たり前になると、腹減ってるのに寝るなんていうのがもう気持ち悪くてできなくなるんですよ。歯磨かずに家を出てしまったみたいな、それくらい気持ちが悪くなるんですよ。朝ね、朝歯を磨かずに家を出てしまった、どうしようみたいな時ぐらい気分が悪くなる。それくらい食事に対しての意識が高まる。でそういう状況にならない、なってない場合は太るっていうのは僕難しいと思いますね。で、まあそれを伝えたかったのかな。ちょっと対策コメントになっちゃってるんであれなんですけど、まあ、結局ですね、かっこちなみに僕の場合食べても食べても太れませんでしたって言ってるんですけど、絶対食べてないと思う。そんなに、その1ヶ月くらいだったらもしかしたら頑張ったかもしれないけど、1ヶ月頑張ったって、自分がそうだから分かりますけど、1年で11キロでしょ。だから月で言うと1キロも太れてない、12分の11キロでしか太れてないから、その分かんないんですよ。1年ぐらいそれずっとやってみないと。だからね、その短期的に、結果が出ると、思ってると、やっぱりこういう悩みっていうか悪循環になると思うんですよね、僕の場合は。とか、じゃあ次行きましょう。 TS さんからのコメントです。体重って1週間でどれくらい上がりますか。でこのコメントについて私はこのように答えました。それはかなり危険な質問かと。一応お答えすると、年次なら約 0.2 キロでしたよ。チャンネルをご覧になったかどうかは分かりませんが、最初は何をしても太ってませんので、骨計画性執念が身についてからのカウントならば約 0.3 キロです。恐縮ですが、増量と月日を1時間数的にお考えのようですが、それはうまくいかないと思われます。年次 0.2 キロは全く増えなかった月と増えまくる月がありますので、習慣の目安として使うとストレスのもとかと。今月は研究月にするから1キロも増えなくていいとか、今月は先月の研究を試しまくるから最低3キロは増やしてやるとか、そんな感じですね。自分のペースを見つけられた方がいいでしょう。気持ちはとてもわかりますが。あと増量は2時間数的に捉える必要がありまして、 FFMI が高いほど増量の難易度は高まります。リバウンドの逆バージョンで、体はガリだった頃に常に戻ろうとします。この傾向も高まるということです。よって TS さんの現在の FFMI によっても回答は異なりますと。でこれを書いてから、また TS さんから返信をいただいて、身長168センチで54キロなんですけど、どうしたら体重上がりやすくなりますかというコメントをいただいて、これについて私はこのように答えました。ひたすら食べて、ジムでは私同様にビッグスリーに精を出しまくる、これに尽きると思います。私も同じですが、初心者は取るよりも食事の方がはるかに大事だと思ってます。長時間勤務による空腹が怖いとか、プロテインを3時間おきに飲まないと手が震えてくるとか、最低限そのくらいは食事への関心を高めていければすぐです。クサクサと。でこれを書いて、また TS さんから返信をいただいて、で、ありがとうございます。腕を太くするにはどうしたらいいですかと。でこれについてですね、ちょっと私まだ腕全然太くないんで、適当な返信をしてます。アドバイスできるような状況ではありませんと。これでね、結局この方も多分そうなんですよね。1週間でどれくらい上がりますかっていう質問が浮かぶ時点で、短期的に結果を出そうとしすぎだと思うんですよ。短期的には結果なんか全く見えないっていうことに、ガリの人は気づかないといけなくて、1年前の体重と1年後の体重を線で結べば、それは1時間数的にはこう上昇してるグラフになると思うんですけど、1週間で見たら何も分かんない。傾きがもうほんと平らだと思う。何も分かんないと思いますね。だから俺やってるはずなのに増えない、俺って太れない体質なのかなとか、食っても食っても増えない体質なのかなとか、また余計なこと考えちゃうんで、このね、短期的に体重って1週間でどれくらい上がりますかとか考えるのは極めて危険な発想だと思うんですよ。だから僕はそれは結構危険な質問かとって最初に言ったんですね。
でどうしたら体重上がりやすくなりますかと。で上がりやすくなるには、女性になるしかないです。あのエストロゲンっていうホルモンをいっぱい出してくれる女性になるしかないです。でただそれは筋肉がつくとはまた全く別の話で、脂肪を増やしていくってことなんで、男性である以上、あのさっきのコメントにもでも私読みましたけど、あの男性の体重っていうのはもう下りのエスカレーターに乗ってるようなもんですから、何かしてなければ基本的には痩せていくはずなんですよ。だからこう書きましたね、僕、長時間勤務による空腹が怖いとか、プロテインを3時間おきに飲まないと手が震えてくるとか、最低限そのくらいは食事への関心を高めていければすぐですと。これ別に私誇張してなくて、実際僕長時間勤務怖かったんですよ。あの普通に昨年まで普通に働いてましたけど、あのやっぱね、決めた時間にプロテインが飲めないっていうのがストレスになるんですよ。でそれそうなってきたらもう早いよ、早い早い、そうなれたら早い。逆にあのもうプロテインが飲めない仕事なんかもうやめちまえ、もうやめちまえ、もうずっとガリのままになっちゃうから、そんな感じ。あ、僕ちなみに職場にプロテインとあのオメガ3とオメガ6の脂肪酸と、あとココナッツオイルと、あと何持ち込んでたかな、なんかいろいろとサプリも持ち込んで飲んでましたね、飲んでました飲んでました。そういえば あと人目がいない階段動画で腕立てとかしてましたね。そういえば、まあ、でもやっぱね、そんなんじゃ成果出ないから、あのジムで、やっぱり自重の 1.5 倍から2倍ぐらいのぶち上げないとね、やっぱ体っていうのは変わってこないですよ。その筋力自体は上がるかもしれない、健康維持にはなるかもしれないんですけど、筋肥大っていう一番その体重増加によくて、プロポーションの改善にも効果がある筋肥大っていう筋肉が大きくなるっていうのは、やっぱ高重量は使わないと無理ですね。高重量は使ってかつ3時間おきに適切な栄養を取り続ける、取り続けるっていうのはこの1週間じゃなくて1年とかそういう単位でですよ。そういうことです。じゃあ次行きましょう。これちょっと読むのが恥ずかしいんで飛ばします。次行きましょう。マイケル・スコフィールドさんですからのコメントです。身長180、体重55、体脂肪 13%、 3ヶ月でどれくらい体重増やせますか、自重トレーニングじゃダメなんですかということで、あれこの人名前変わったな。そうそう、この人ね、僕がコメントした時は達也さんっていう名前だったんですけどね。達也さんこんにちは。なかなかの痩せ具合ですね。名前も同じで身長も似ていて、そして1年前の私よりも痩せているようです。親近感湧きすぎて他人事とは思えません。で、健康的なマッチを目指すなら月2キロ程度に抑えた方が良さそうです。脂肪は月に何キロでもつけれますが、筋肉は多分月2キロぐらいが限界なので、月2キロ以上体重が増えているならそれは体型が崩れつつあるということだと思うので、フォルム的にも健康的にも良くないと思います。あとマッチを目指すのであれば自重トレ問題ないですよ。ただし自重トレは効率が悪すぎるというのが今のところトレ界の支配的な意見です。あ、これさっき僕が言ったことですね。例えば1日かけて休憩入れつつ腕立て1000回やるのと、ベンチプレス60キロ10回を4セットやるのとでは、ベンチの方がはるかに楽で時間も30分程度ですが効果は一緒だと思います。いや、もしかしたらベンチの方が体重増えるかもです。体重増加にもってこいなのは筋肥大なわけですが、筋肥大にもってこいなのは重たいものをぶち上げる無酸素運動なんです。しかも無酸素運動は短時間でいいんです。水泳選手とかの肩幅がすごいのは水泳が無酸素運動だからです。かっこ歯を食いしばってやらねばならんような種目全般。軽いものを何度もぶち上げるというのは有酸素運動になりがちで、有酸素運動は基本痩せるための動作ですから注意が必要です。一緒にマッチを目指して頑張りましょうと、まあ、また対策コメントを返してます。筋肥大を狙いたいなら、やっぱ無酸素運動、もうこれ鉄板です。水泳選手の肩幅がすごいのは、あれはもう息止めないといけない状況で肩を動かし続けるからですよね。だからここが発達するんです。ベンチプレスしてて胸板が熱くなるのは、息止めなきゃならんような重量でってぶち上げるからです。でこれ一緒なんですよ。だからこうフッ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 ってこう何度も自重でやっちゃうと、それは有酸素運動ですから筋肥大は起きないですよ、間違いなく。ここの筋力は上がると思う。だから
サッカー選手系の体型になるともうその絞れてるみたいな、あ、サッカー選手っていうとちょっといろいろありすぎるな、ボクサーみたいな感じ、細いけどすごい、細いけどパンチが超速いみたいな、あの細いのになんかスタミナがあるみたいな人は、その筋肥大は起きてないけど筋力、要は密度が凄まじいっていう状態、まあ言っちゃえば質のいい筋肉ですね。体型改善に興味がないならそっちでいいと思います。なんかこう運動で結果出したいとかなら僕は全然それの方がいいんじゃないかなと思いますけど、体型を変えたいと、細く見えるのが嫌だっていう人は、この自重で何度も何度もフッ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 ってやってたら痩せちゃうんで、それはあんまりねいいとは思えない、いいとは思えないっていうか、悪い、で僕これ書いてからまたマイケルさんからコメントいただいて長文ありがとうございます。とにかく今はガリガリを脱出したいということを重視しています。あと田舎に住んでいて近くにジムが2つしかなくて、ダンベルやベンチプレスもジムにありません。こういう場合は購入した方がいいんでしょうか。ちなみにベンチプレスを家に置くスペースがありません。これについて私はこのように答えました。いえいえ、同じ達也さんですから。これ名前がこの方変えましたね、名前、はい、もともと達也さんっていう人でした、はい。なるほど、私が同じ状況ならバーベルとベンチ買うかもです。やっぱり自重トレは体型改善にはあまり意味をなさない感じがします。体型改善を行わずに筋力だけ上げたいなら自重で全然いいと思いますが、例えば野球の一郎選手は文句なし超一流ですが、ウェイトトレを一貫して否定してますよね。体のバランスがおかしくなるとかで、特殊な器具を使って筋力と柔軟性だけを向上させ、余計な筋肥大は抑えるトレーニングにこだわっているようです。こだわっているそうです。内容は自重トレに近いようですよ。つまり見た目はどうでもいいから筋力が欲しいという目的が彼にはあるので、ウェイトを否定しているのでしょうね。そう思うとやっぱりトレの目的で選択肢は決まっている気がします。体型改善が目的ならウェイトトレが鉄板だと思います。イチロー選手や私が崇拝するテニスのジョコビッチ選手のようにスポーツ界のレジェンドを目指すなら、これは話が全然違ってくるというか、自重ならスポーツの成績は上がるでしょうが体型の改善には遠回りだと私は思います。ジョコビッチ選手なんかもテニス界で生き残る上では絞りすぎな印象すら受けますが、改善する気はなさそうですよね。イチロー選手に発想が似てると思います。達也さんの目的がそういったスポーツでの活躍ではなく体型改善だとするなら、やはりウェイトトレ一択な気がしますね。てかダンベルとバーベルがないジムってどういうことですか。それは本当にジムなんですかと。本当にダンベルとバーベルがないジムって行く意味ないっすよ。ガチでガチ行く意味ないっすよ。だってそれジムじゃないですか。何それって感じですよね。でまたコメントをマイケルさんからいただいてありがとうございます。やはりベンチプレス買います。頑張ってスペースを確保します。田舎の中の田舎なのでせめてダンベルくらいは置いてほしいですと。これはもうびっくりですね。てかそんなジムガチ行く意味ないんで、日本のジムって結構マーケティングがイカれてて、特にコナミとかはもう頭イカれてますよ。ベンチプレス台1個しかないからね、コナミとか月1万取ってベンチプレス台1個ですよ。意味わかんなくないですでね。あと他にね、なんかゲームみたいな骨盤をこうツイストさせるマシンは20台ぐらいあるのにね、フリーウェイトは1個しかない。だから多分社長がね、そのウェイトトレーニングをねの効果を知らないんだと思うんだよね。とりあえずね、ジムに行きたいっていう人はコナミだけ避けときゃいいっすよ。多分これコナミじゃないかな。コナミはジムとは言えないっすからね。あれはまあ仲良しクラブみたいなもんですから。次行きましょう。次、スパロージャックさんからのコメントです。自分も太りたいのでウェイトトレーニングしますということで、私は、こう答えました。スパロージャックさんコメントありがとうございます。やりましょう、一緒に頑張りましょう。ウェイトトレーニングは本当におすすめですということで、そうなんですよ。やっぱね、男性のね、太りたい欲求って女性の痩せたいっていう欲求と同じくらい需要がある。これはねもう間違いない。僕はこの動画を作って確信しましたね、このコメントの量で。もうね、
逆ライズアップみたいなジムがあったらね、めっちゃ流行るんじゃないかなって思う。やっぱ太りたい男子多いのよ、うん、俺だけなはずないもん。そうそう、でもね、やっぱこういうコメントもらえるとね、やっててよかったなってすげえ思いますね。自分だけの頑張りのはずだったのに、なんかこういろんな人に勇気を与えることができたっていう、こう YouTube 冥利につきますよ。これはやっててよかったってめっちゃ思う。だから、あ、そうそう、これからが今ガリで太りたいっていう人は絶対 YouTube やった方がいい。いろんな人に見られてるっていう錯覚を起こすんで、いや再生回数は100回とかですけど、いろんな人が見られ、いろんな人に見られてるっていう錯覚はね、自分の行動を激烈に縛るんで、結果出やすくなりますよ。だから YouTube 絶対やった方がいいです。できれば顔出し、名前出しで。なんかね、変なお面かぶったりね、名前変えたりすると、結局失敗したとしても自分に傷がありませんから、それだとね、意味ないですよ。やっぱね、やってることをどん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 言って、なんだろう、俺は注目されてるんだっていう、勝手な妄想の中にいた方が結果っていうのは出ますから、やっぱり YouTube おすすめですよ。じゃあ次行きましょう。あ、これ、ひろきさん。ひろきさん、これ、ひろきさん、いい人で、あれなんですよ。僕が1年前に初動画上げてから、本当、しょうもない動画の時代から、いや、今もしょうもない動画なんですけど、もうね、感謝しかないですね、この人には。ちょっと、コメント恥ずかしいんで読まないですけど、ずっと僕が動画上げるたびにコメントをくれる方の一人ですね、ひろきさん。いや、ありがとうございます。嬉しいコメントありがとうございます。これからもよろしくお願いします。次行きましょう。カエルさん、自分体重173、体、あ、ごめんなさい、身長173、体重57キロ、体脂肪率 7.4% なのですが、どこまで筋肉つけられますかね。また追記でコメントをいただいて、細いのが嫌で7月から筋トレ始めたのですが、筋トレ開始当初のスペックは身長170、体重50キロ、体脂肪 10.3 ですと。これについて私はこのように答えました。メリークリスマスと。あ、そうそう、これね、この日クリスマスだったんですよ。で、僕は何でしたっけ、日本の出生率、違う、キリスト教徒の出生率が上がる魔の6時間みたいなのあるじゃないですか。クリスマスイブかな、イブの夜10時から朝方にかけての6時間、僕は家に一人でいたんですよ。これは別に、強がりに聞こえるかもしれませんけど、お酒を飲みたくなくて、お酒って筋肉溶かすんですよ。で、また溶かす以外に、溶かすっていうのは厳密に言えば、その筋トレの効果を3割減少させてしまうんですよ。で、それがね、嫌で、酒飲みたくなくて、予定を入れなかったんです。だから予定がなかったんじゃなくて、僕は予定を入れなかったんです。ということで、ちょっと強がらせていただいて、で、僕は、その間の6時間に、こういうジリリタの心でコメントを返し続けたと。もうね、国民栄誉賞級ですよね、僕の行動はね。メリークリスマス。私と同じ目標 FFMI22 に設定しました。で、計算するとカエルさんの場合は 73.15 キロまでならスイスイと増量できるはずです。太れないというのは幻想で、私も同じでしたが、自分が考えているよりも食べれてないだけかと思います。筋肉がついてくると今以上に脂肪もつくので、実際には73キロ以上の体重になっていると思います。ちなみに FFMI22 から25を目指す段階はトレーナーさんとかと一緒にガチの日々を送らないと難しい感じかと思います。一緒に頑張りましょうと。これ書いたらまたコメントをカエルさんからいただいて、おお、73キロまでこの身長で増やせるなら満足できる体型になれる気がします。これからはカロリーを基礎代謝以上に食べるよう心がけます。ありがとうございますということでした。やっぱね、嬉しいな、こういうコメントもらえると。本当やっててよかったなって思いますね。次行きましょう。なんて読むんだろう。ヘイリーさんかな。1ヶ月で2キロほど太りたいです、可能でしょうかというコメントをいただきました。これについて私はこのように答えました。
FFMI が高ければ高いほど増量は難しくなるようですが、もしヘイリーさんが私程度のガリ具合でしたら2キロは十分可能だと思いますよと。でこれについてまたコメントをヘイリーさんからいただいて、 BMI が154センチ 16.6 ほどで、今受験生であまりトレーニングができなくてスクワットとランニングをなるべくしていたのですが、それって良いのかわからなくて…と。また追加で、ちょっとこれなんか切れてるな。吉田達也だとクレアチンというプロテインで太れますかね。なんか書きたい文章ちょっとミスっちゃった感じですね。まあこれについて私はこのように答えました。結構痩せてますね。食事量も気になりますが、トレの総量自体も足りてない感じかと。スクワット自重で1000回ぐらいやられているなら話は別ですが、50回とかだとしたら何も起きないと思います。過去筋肥大という意味で、これ筋肥大という意味でっていうのはさっき言いましたけど、若者がスポーツの成績を上げたくて自重トレをやるのは大いに効果があります。ただ見た目は変わらないという意味です。で、話を変えて、クレアチンはプロテインではないですよ。確かに肉に多く含まれているので一緒のものと考える人は多いみたいですが、あれは活動量を増やすためのサプリに過ぎません。単独摂取に意味はないという研究もあります。マクロ栄養素でもないです。まあでかいトレーニーは大体飲んでるので効果を否定することはできませんが、私はクレアチン 5g 飲むくらいなら卵10個飲んだ方がパワーが出ますねと答えました。クレアチンはやっぱ最初取り憑かれるサプリメントの一つなんですよ。プロテイン、粉飴、クレアチン、BCAA っていう4大筋肥大サプリがあるんですけど、まあ、結局サプリなんで、サプリっていうとなんとなく英語だから聞きそうな感じをするのかわかんないですけど、あれ補助って意味ですからね、サプリはね。だからサプリ取る暇と金があるなら卵食った方がいいわけですよ。だけどやっぱ若者であればあるほどね、やっぱこのサプリに魅了されるみたいなんですよね。あの人監修のサプリとかにみんな食いつくでしょ。でもどうかと思いますよ、そういうの。なんかね、ガクトがおすすめしてたサプリとかね、何々先生監修のサプリとかね、アーノルド・シュワルツネッガー監修のプロテインバーとかね、あんなん食う暇と金があるなら卵を飲めと僕は言いたい。まあ結局そのトレーニング界で飯を食ってこうとした場合、まあ、僕もやっぱバカじゃないんで考えるわけですけど、やっぱそういう道しかないんですよ。アパレルとそういうサプリで自分のブランドを作ってやっていく以外に、そのトレーナーが経済的に成功するっていうのは無理なんですよね。だから仕方なくやってるんだろうなと思うんですけど、まあ、それでもやっぱりね、なんかこう消費者を騙すような文言で、これがあれば君もムキムキみたいな、それはねどうかと思う。絶対ならないもん。この人もそう、クレアチンというプロテインで太れますかねっていう時点でちょっと知識量がやっぱりまだちょっと低いかなと言わざるを得ないんですけど、まあ別に僕も全然低いんですけどね、初心者だなっていうのを感じちゃいますね。クレアチンっていうのは肉に多く含まれているATPCP 系の活動を促進させる、なんて言うんだろう、触媒になるのかな。とにかくね、クレアチン取るぐらいだったら肉と卵で全然 OK ということです。次行きましょう。これちょっと恥ずかしいんでやめますね。いやほんとね、嬉しいコメントめっちゃもらえるんですよ。だからね、あ、そうそう、ほんで、そうそう、この動画作るきっかけになった最新コメントね、長谷川圭介さんかな、6時間前、筋トレって筋トレ以外に自信も得られるからか、きちんと取り組んだ人は大体イケメンになる、少なくとも良い印象にはなる、そしてこの方はその良い例ということで、ちょっとまだ僕コメント返してないんですけど、いやこれ本当嬉しいですよね、こういうコメント。でね、1年取り組んでみてね、やっぱ1年前の動画見返すと、誰これって思う。誰これ、誰このキモいのって思う。なんかまず目が死んでるし、細いし、道端で見つけたらね、とりあえずガンつけるわ。
いや今も細いですけど、それでも10キロ増えたから、うん、あとねあれですよ、あのやっぱねガリガリの人ってやっぱいろいろと危険だなと思うことが増えましたね。あ、僕もまだやっと平均体重に近づいたぐらいなんであれなんです、いやあんまでかいこと言えないんですけど、それでもやっぱり痩せてる人、今日コメントをいろいろ、あ、今日じゃない、この動画にいろいろコメントいただけてる人っていうのは1年前の僕級に痩せてる人の方々が多いわけなんですけど、やっぱね痩せてるとそれだけで舐められるんですよ、社会に出ると。でそれってやっぱ良くない、自分が今思う、自分より痩せてるやつ見かけるとなんだこいつって思っちゃう、あのそういうこと思わない人だった、俺いいやつだったんです、いや今もいいやつですけど、やっぱねあの細いなこいつって思っちゃいますもんね、あの舐めちゃう、やっぱ舐めちゃう、男だからなのかな、女性はそういうこと考えないのかな、わかんないけど、やっぱ自分より痩せてる人見るとね、その瞬間にね、あのなんだこいつって思っちゃいますね。だからねやっぱ筋トレって大事だと思う、これ誰の言葉か忘れましたけど、筋トレは第三次成長だって、だコアラコアラシさんだったかな、筋トレ第三次成長だって言ってて、なんだっけ忘れちゃった、1次がまあその身体的な成長の完了で、2次がまあその精神面の充実、まあ、勉強し終えたっていう状況、まあ社会人になりましたっていうことね。で第三次っていうのがその筋肉の成長でだと言ってて、ちょっと1次2次全然違うかもしれないけど、まあ3次がとにかく筋肉に関することで、筋肉に関することはね本当その通りだと思いますね。やっぱり二次成長で終えてる人、そのままやっぱあのおじさんとかの年になる人は多いわけなんですけど、やっぱ見ててみすぼらしいもんね、うん、うん、絶対筋トレした方がいいですね。というわけでコメントを読ませていただきました。で視聴回数がこれ4990回ということで、もう本当ねえ、まあ YouTube で4900回っていうともうちょっとカスみたいなもんですけど、それでも僕の動画を4900人が見た、まあ100人くらい知り合いが見たとしても4800人ぐらいの人が見てる。で YouTube なんかまあテレビよろしくですけど、興味なければ消すだけですからね。興味ある4800人が見たと思うとやっぱ需要あんのよ、うん、悩んでる人多いんだよっていうのを確信したんで、ちょっとコメントをまとめました。でね、やっててマジ良かったなと思いますね。こういう人のために何かができるっていうのはやっぱね人の喜びの一つなんだろうなってすごい思いますよ。何かをこう発信できるみたいな、まあ大した情報じゃないんですけど、それでもやっぱり喜んでくれる人はいるわけですよ。でそういうのを決しておごることなく伝えるという姿勢を持って、ちょっとこれからも引き続きやっていきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。